恨めっしゃい。新婚ホラーラブコメ怨霊奥様最新第6巻発売。うわ、誰君。美容室。うん、そのカードを見せれば 30% オフになるのよ。レミッチっていつもその幽霊の格好じゃない？たまにはイメチェンして綺麗にしてみなよ。主婦だっておしゃれしなきゃ。きっと二ノ瀬さんも驚いて綺麗だねとか言ってくれると思うな。レミッチ素材は良さそうだしさ。レミさん綺麗だよ。リックさん。レミッチ違う。大丈夫。念が高まるとつい血が。あ、ほらほら、ご紹介カードにも血が。私こういうお店初めて、大丈夫かしら。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ご予約は。あの、これ。ご紹介カードね。大丈夫ですよ、飛び込みでも。どうぞ。びっくりした。くるみさんのご紹介ね。よく来てくださるんですよ、くるみさん。ありがとうございます。こちらへどうぞ。よかった、予約なしでも大丈夫で。ごめんなさいね、今日私予約で手一杯で。その代わり若いけどうちのエース候補のあけみちゃんが担当させていただきます。腕は保証するわ。片桐あけみです、よろしくお願いします。あけみちゃん、ちょっと。はい。いい？あけみちゃん、あなたの初のお得意様になってくださるかもしれないんだから、くれぐれも失礼のないようにね。はい、店長。すっごく怖いですけど。でもさすが店長、どんなお客様が来ても冷静でいつも通り。何を。お待たせしました。ではまずシャンプーの方から。いない。まさか。運転手が振り返ると後部座席には誰もおらず、シートだけがびっしょりと濡れて。的なこと。います。今雑誌を。シャンプーしますので、こちらへどうぞ。失礼のないように。落ち着け私。お顔にお湯がかからないように布をおかけしますね。何このすごく似合う。違う場面で見たことある。何か。いえいえ、なんでもないです。シャンプーしますね。とにかく落ち着いて。ちょうど顔が布で隠れてるんだから。怖くない。あら、布がずれて。どんどんずれて。申し訳ございません。すみません。お気になさらずに、大丈夫ですから。ではあの、カットに入らせていただきます。本日はどのようなスタイルに。お任せします。イメージチェンジしたいので、バッサリと短くしてください。はい、お客様にお似合いのスタイルになるように頑張ります。失礼なことばかりしてしまった。カットとセットで挽回しなくちゃ。集中。やっぱりまた人を怖がらせてしまった。この顔が憎い。なんとかして怖くないんだよってアピールしなきゃ。なんとかして。そうだわ、前にリクさんが言ってた。レミさんは顔が怖い時があるからさ、できるだけ笑顔で接するようにするといいよ。よし、集中していい感じだわ。前髪はこれぐらいで。どうしよう。ごめんなさい。店長。こちらこそ怖がらせちゃってごめんなさい。私のせいで、私が怖いせいで、あの店員さんが店長さんに怒られちゃう。クビになっちゃうかもしれない。どうしよう。どうしよう。
しよう、どうしよう、どうしよう。なんなの？すいません、私大変なことを。大変。なんだっていうの、あけみちゃん。大変なことって何も変わってないじゃない。あれ、前髪切っちゃった。はい、私まだどこも切ってもらってないですが。忙しいんだから早くしなさいね、もう。え、な、何？夢だったの？とにかく失敗はしてないってことね。ラッキーだわ、今度こそ完璧に仕上げる。怖がらせないように、もう目つぶってよ。できました。店長に確認してもらいますから、そのままで少々お待ちくださいね。店長、素敵、信じられない、これが私。あ、いけない、興奮しちゃうと。どれどれ、確認お願いします。ほら店長、いかがで。何？あけみちゃん、どこ切ったの？何も変わってないじゃない。あれ？まだどこも切ってもらってないです。あけみちゃん、早くしなさい、もう。え、何？ループ入った。7560円です。素敵な髪型にしてくれてどうもありがとう。あなた最高よ、天才だわ。感情を抑えて興奮しちゃダメ。いえ、なんかすみませんでした、時間かかっちゃって。5時間も。なんか3人分切った感じの疲れ。また来ます。ありがとうございました。よかったわね、あけみちゃん、また来てくださるって。どうしたの、あけみちゃん、顔色悪いわよ。なるほど、仕組みが分かってきたわ。前にリクさんにワンピースを買ってもらった時も、私が喜んで興奮しすぎた途端にボロボロに朽ちてしまった。私が感情を高ぶらせると血が噴き出したり、服が朽ち、髪も長く伸びた状態に戻ってしまうんだ。怨霊である私のデフォルトの姿に。ってことは、リクさんにこの姿を見てもらうまでできるだけ感情をニュートラルに。あらあら、ごめんなさいね、人間に対してこんなに吠える子じゃないんだけど。まあ、かわいいワンちゃん。ハウス。あー、ジョーン！平常心、平常心。なんとか無事マンションに着いた。リクさん、早く帰ってきて。できるだけ体を動かさず、何も考えないように。テレビでも見て待とうかしらね。と、そこに小さな男の子が。女性はその子に、お父さんはと尋ねましたが、無言で首を振りました。そして女性が、じゃあお母さんはと聞くと、その子はゆっくりこちらを向き、お前な！怖くはないのよ、全然怖くなんかないんだけど、お前だでびっくりさせるのはずるい。あ、リクさん、お疲れ様。今日何時に帰って？まだしばらくかかりそうなんだ、ご飯いらないから一人で食べちゃってて。そう、わかった。レミさん？え、何かあった？ねえ、レミさん。平常心、平常心。一人ならレトルトカレーでいいかな。いただきます。平常心、平常心。リクさん、早く帰ってきて。レミさん、ただいま。やっと帰ってきた。はい、お帰りなさい。さっき電話でなんかあったみたいだったからさ、急いで帰ってきたよ。で、どうしたの、レミさん、何してんの？なんだ、そんなことか。そんなことって
こっちは一日どれほど苦労して。ごめんごめん、そうだね。でもね、何にもしなくたってそのままのレミさんも綺麗だよ。リクさん、ほら、君のその笑顔だけでもね。あ、でも実はね、写真は撮っておいたのよ。お、マジ？どれどれ。おー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 おお、リクさん、新婚ホラーラブコメ漫画怨霊奥様第6巻電子書籍版は1月8日、紙単行本は1月12日発売。チャンネル登録とベルマークの通知設定もよろしく。怖くて登録しづらいよ。リクさんも時々は怖がらせてみたら。ほら、登録よろしく、登録よろしく。これで登録爆増ね。本当に？